まずはこれだけは報告させてください。羽生結弦さんがグッチを着こなすエルジャポン8月号特別版の表紙とポストカード特典のビジュアルを解禁。6月28日の発売日前後にはデジタルページや動画なども ELLE 独占公開予定。お楽しみに。熱い、熱すぎる、めっちゃかっこいいですね。今回の新潟はメディアデーなしということで情報がというところですが、新潟終了時点で能登さんからフォトギャラリーが紹介されていますので、概要欄にアドレス載せておきます。羽生さんの7衣装も載ってますよ。今回は小田さん情報、インスタグラムを更新しストーリーズで新潟駅でのトラブルを綴った。切符変更のため自動販売機に並ぶ、5分くらい並んでやっと先頭来たと思ったら前に突然人が多分列並んでるの知らなくて急に前に出てきたと思うけど、後ろに6人並んでいたのでこれ気づかないって感じと列を割り込まれてしまったという。そしてとりあえず丁寧な口調で後ろ並んでますよって伝えたら、え、私来た時誰も並んでなかったけどって言われて、信成大パニック、すでに5分前から皆さん並んでましたけど笑っと言い返されたことに驚きを綴るも、皆さん並んでましたよって言うたら後ろの人みんな深くうなずいてくださって、わらわら、あ、そうですかてな感じで事なきを得たんですがと納得してもらうことができたそう。しかしその方ファンタジーオンアイスの T シャツ着てらっしゃって、多分僕って全然気づいてなかったと思うんですが、わらっと自身が出演しているアイスショーのファンだったことを明かし、いつも温かく迎えてくださる新潟の皆さんのためにも節度のある行動をわきまえたいなと自戒の念も込めて投稿させてもらいました。すみませんとコメント。自分も列に気づかなかったりするときあるので、そういうときは素直にすいませんってよーって思いましたと振り返った。いろんなケースがあるし本当に勘違いもあるとは思います。しかし大抵の指摘を受けるケースは言われた方が間違っております。いちいち自分は悪くないと言わんばかりの言い返しをする人や、ひどいと逆ギレする者もいます。そういう人にならないように気をつけていきましょう。